うん、落としたら嫌だね。そうそう、落としたら嫌だ。絶対入れらんないね。では次、はい、ペンネーム763からです、はい、ありがとうございます。はい、5万円あったら何に使うですが、うん、僕の場合はズバリバニラビーンズのライブに行くです。僕は北海道に住んでいるので、なかなか生バニビを見に行ける機会が少ない。なので飛行機で東京にひとっ飛びしてイベントに参加したいです。また北海道のイベントとかしてほしいな。それではアデュー。北海道したいんですね。ありがとうございます。これ私たちが北海道に行きます。うんうん、そうだね、行きたいよね。うん、てかレアがそこで計算して消しゴムとか使うから画面を上げちゃ揺れんのやめてくれること。じゃあ次、はい、ペンネーム田中ピコピコさんです。ありがとうございます。5万円あったら、せっかくなら普段絶対しないような使い方したいです。うんうん、東京から博多まで新幹線で片道22,320円、往復で44,640円、ね、で車内で食べる駅弁とビールで片道2,000円、往復で4,000円、細かい、はい、博多でバリカタのラーメンを替え玉込みで1,000円、これで49,640円です。おー、ギリギリじゃん。計算したんだ。そうなんですね。いいですね、旅も、うん、旅はいいと思う。しかもそれはリアルです、すごく細かい、ね。でこういうの想像してさ、なんか空想旅みたいな地図とかさ、時刻表とか、楽しそう、妄想最高。あ、それなんか何だったの話だった、妄想の話。妄想、山里さん。山里さん、違う、もっと最近、もっと最近。あ、え、妄想しろよ。誰か、そうそう、毎日妄想が大事だからって誰かに言われたの。毎日デートしてるって。そうだ、アイドルと。いや、もっと最近になんか言ったよ、妄想最高って。今週、先週は、まあ、言えない話がいっぱいあるから、言えない人の名前ができちゃいますよ、今回。大丈夫。では次、ペンネーム、あ、クレイジーデンジャーナーシーヒロキさん。すごい長いですね。ありがとうございます。面白いね。今週のお題ですが、5枚あったら僕は倒れるまで肉を食べます。普段なかなか食べられないので、焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなど、肉だけのフルコースを満喫してみたいですね。そこでと思ったのですが、100円で食べられるお寿司があるのに、なんで100円で食べられる焼肉はないんでしょうか。最近また風が流行っているらしいです。リリースイベントが続いて忙しいと思いますが、体調に気をつけてくださいね。いつも応援しております。それではアデュー。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。100円で食べれる焼肉はないんですか。ってか寿司は食べれるんですか。100円食べれます、食べれます。1貫とかじゃなくて2貫。1貫だ。2貫、2貫で100円はある。あるある。でも肉でね、1枚2枚のあのね、数量だと難しいからね。1人前とかだから、ね、1枚100円高いでしょ。高いなっちゃいます、ね、1皿100円で1皿に何枚かの単価で100円っていう焼肉は難しいですね。うん、あ、千葉さんなんか顔合わせ、あ、すごい今なんか白いなんか無理として餅がつった餅みたいな。なんかレナがずいぶん、そうそう、あ、そう、すぐいなくなるからもうちょっと下げようかなって思ったの。ごめんごめん。じゃあ次お願いします。はい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 、ペンネームハカさんからです。お、ありがとうございます。5万円あったら、はい、自分なら仲間内でワイワイするのが好きなので、うん、焼肉でも行ってパーッと使います。肉だって。やっぱ肉。庶民のレナコちゃんに同じ質問したいのですが、したいところですが、ここはあえてセレブのリサコちゃんに質問します。5万円あったら何に使いますか。うん、せっかくなのでレナコちゃんも教えてくださいね。うん、アデュー。最後に答えますよ、最後に。それじゃラストに答えます。最後にね。はいはい、なるほどね。はい、焼肉、肉多いね。肉、でも5万円は肉ちょうどいいぐらいなんじゃないの。いいのを食べれるってこと、いつもよりみたいな。そうです。では次、ペンネームヘイブンさんからです。ありがとうございます。5万円あったら何に使うですが、昨年ニュースで話題になったのですが、岐阜県のある農家の方が改良して作った特大いちご美人姫を買いたいです。美人姫は1個の重さが 80g 以上で、その値段が1個で5万円なのです。出荷時期は1月から3月まで限定500箱出荷で、もうシーズン終わってしまったのですが、1個5万なのこれ。
今年の11月から来シーズンの予約開始をするそうです。りさこさんいかがでしょうか。こちら URL 付きで送ってくれました。ありがとうございます。1500円1個いちご5万円で500箱出荷、1箱で1個ってことですよね。いや、いちごだから1箱は持つ。でも1個5万円ってことはしたら1箱だったら50万とかなってます。そうだよね。で1個で1箱なんですよ、多分。でこうなんか1個がめっちゃ包装されてるの。なんだっけ、あのたまにさ差し入れでもらうじゃん、なんとか甘王は1個500円なんですよ、500円ぐらい、ね、それも500円かな。それも100、やだ、絶対いらない5万円のいちごなんて、もうもったいない。80g だってパスタぐらいじゃん。パスタぐらい、パスタ、パスタって80、半分で80だった。え、そっか、100g ぐらい、120ぐらい食べる。翼さんだけじゃない、絶対食べるよ、絶対食べてるよ。なるほど、はいはい、次、はい、ペンネーム桜餅さんです。ありがとうございます。5万円あったら何に使うですよね、はい。何の縛りも制約もなければここは一つ次の競馬の天皇賞だ、ね、うんうん、天皇賞でも夢をかけてみましょう。日頃ちまちまと1000円程度の勝負しかできないので、うん、ここは一発ドーンといきたいものです。ほんの少しの間夢が変えますから、うん、当たる当たらないは、うん、まさに馬任せ、うん、まあ当たらないのがほとんどですけどね。あんまりいい使い方とか言えませんが、やってみたい男のロマンであります。5万円は大金ですからね、おいそれとは使えませんね。なるほどね。はい、でも競馬なんてな、1000円程度でかけててお穴当てて何十万に触れるからいいんですよ。だって5万かけたらそれはね当たるもん、うん、当たる、青穴とかじゃなくて当たるかもしれない、うん、5万円、あ、でもね、元のこと考えると何もできなくなるから夢を変えたんじゃないですか、うん、このあれ、いや心臓が持たないような気がするしかも結構すぐ終わるからね、うん、あ、厳しい、来た、ね、来たよ、来ました、はい、じゃあ読みたいと思います。これね、すごい共感できるやつが来てた、はい、はい、ペンネーム NTT さんからです。ありがとうございます。久しぶりの投稿です。ありがとうございます。5万円あったらですが、5万円あったら肥満治療で有名なお医者さんに見てもらって、うん、ぽっこりお腹をしぼませる薬を処方してもらいます、うん、もちろん椎葉さんの分もありゅー余計なお世話だし言いたくないけど、それは興味ある。肥満治療でできるんですか。わかんない、何するの。脂肪吸引とかした方がいいんじゃないですか簡単に。でも5万じゃできない。何今すごい高いじゃないですか。何でや今したい、した方がいいんじゃないですか。しないとまずいですよ。そんなことない、まだ大丈夫です、まだ、まだ大丈夫か、うん、そうなんです。脂肪吸引できるの、100万何万とかやって、なんかね、上原にね、おいい漢方の店があるしですよ。肌にいい漢方、上原に、上原肌にいい、代々木上原にいい漢方、漢方を処方してくれる、あれじゃない、いい漢方、あ、いや、なんでか館長、うん、あ、ゴーヒー館長、うん、あれもこれ言っていいんですか。いや、ダメダメダメ、ゴーヒー館長もいいって聞きますね、うん、いくらぐらいするんですか。なんかそのあんま連呼する話じゃないか危ない方向に行ってやめて、はい、はい、ネンネームはぐれメタラーさんからです。ありがとうございます。久しぶりに見られて嬉しいです。しかしホームページのパスワードは4月のままなので、うん、今日見てる人が少ないのでは、うん、レナちゃん元気なさそうに見えますが大丈夫か、頑張ってね。リカちゃんもう一杯やっちゃってる、もう一杯やっちゃってる、やってらっしゃる、ともらうだぜ、ラフ、ありがとう、ありがとうございます。私今日一杯やってるように見える、まあいいや。コーヒー館長いくらなんですか。うん、うん、また戻した話ここにまだその話戻るの、うん、入れようかなって思って。あ、そう、コーヒー館長でも1万かからない気がするな。あれ、この1万になった。